イタチ、イタチ、イタチネズミとは、猫目、食肉目イヌア目、シタメイタチかイタチ族に含まれる、哺乳類の総称である。おジ女、イイズナ、ミンク、日本イタチなどがイタチ族に分類される。ペットとして人気のあるフェレットもイタチ族である。なお、イタチの語は、元来、日本に広く生息する、日本イタチを特に指す語であり、現在も、 形態や生態のよく似た近縁の朝鮮イタチを含みながら、この狭い意味で用いられることが多い。また、講義にはイタチカ、あるいはイタチカの動物全般を指すこともあるが、イタチカの場合、天やクズリなどの仲間も含まれる。ここではイタチ族のイタチ類について記す。日本全国、ユーラシア、アフリカ、 南北アメリカ大陸の亜熱帯から艦隊まで広く分布している。イタチ族の動物は、しなやかで細長い胴体に短い獅子を持ち、鼻先が尖った顔には丸く小さな耳がある。多くの種が、体重2ラム以下で、猫目、食肉類の中でも最も小柄なグループである。中でもイーズナは猫目中最小のトネであり、体重はアメリカイーズナで30から7 0ム。 日本イーズナで25から2 5 0ムである。イタチ類は、オスに比べメスが極端に小柄であることでも知られ、この傾向は、小型の種ほど顕著である。メスの体重は、例えば前日のアメリカイーズナや、朝鮮イタチでは、オスの半分、日本イタチでは、オスの3分の1である。小柄な体格ながら、非常に凶暴な肉食獣であり、 小型の月子類や鳥類はもとより、自分よりも大きな鶏やウサギなども単独で捕食する。反対にイタチを捕食する天敵はワシ、タカ、フクロウといった猛禽類とキツネである。水辺を好み、泳ぐのもうまい。イタチ族は、19世紀半ばに絶滅した海ウ,ミ,ウミ,ミンクを除き、16内し18種が厳生する。フェレットは、 ヨーロッパ系長いたちの亜種とされることもあるが、頭骨にステップ系長いたちに似た特徴がある。また、日本イタチ、エムイタッチはシベリアイタチの亜種とされることがある。イタチ属マステラに属する動物は、日本には5種8亜種が生息する。このうち、アメリカミンクは外来種であり、在来種に限れば4種7亜種となる。比較的大型のイタチ類。 日本イタチ、コイタチ、朝鮮イタチに対して、高山部にしか分布しないイズナ、北イズナ、日本イズナと、お古女、江蔵古女、近藤古女は、ずっと小型であり、特に、ユーラシア北部から北米まで広く分布するイズナは、最小の食肉類でもある。四種の在来種、日本イタチ、朝鮮イタチ、自然分布は津島のみ、イズナ、お古女のうち、日本イタチ、 アシュ、コイたちを含むは日本固有種であるが、前日のように朝鮮イたちと同じく大陸に分布するシベリアイたちのアシュとされることもある。また、アシュのレベルでは、本州鉱山部に分布する日本イーズナと本堂古女が日本有アシュであり、これに朝鮮イたちとエゾウ古女を加えたヨニアシュは、環境省のレッドリストで NT、純絶滅器具に指定されている。 外来種問題に関わるものとしては、西日本では国内移入亜種の朝鮮イタチが在来種の日本イタチを、北海道では国内外来種の日本イタチと外来種のアメリカミンクが在来亜種の絵像上一部の島所部ではネズミ類などの駆除のために移入された日本イタチが在来動物をそれぞれ圧迫している。日本古来からイタチは要開始され、 様々な怪異を起こすものと言われていた。江戸時代の百科事典、和漢三歳杖によれば、イタチの群れは火災を引き起こすとあり、イタチの鳴き声は不吉の前触れともされている。新潟県では、イタチの群れの騒いでいる音を、六人で渦をつく音に似ているとして、イタチの六人好きと呼び、家が衰える、または栄える前兆という。人がこの音を追っていくと、音は止まるという。 また、狐や狸と同様に分けるとも言われ、東北地方や中部地方に伝わる、妖怪、入道坊主は、イタチの化けたものとされているほか、大入道や小坊主に分けるという。鳥山赤煙の画集、ガト百鬼夜行にも、イタチと題して絵が描かれているが、読みは、イタチではなく、天であり、イタチが、数百歳を経て、魔力を持つ妖怪となったものが天とされている。別説では、 イタチが数百歳を減ると無事なになるとも言う。イタチを黒焼きにして飲めば、怖がりなどに良いという伝承が長野県にある。かまいたちとは何もしていないのに突然、皮膚状にカマで切りつけたような傷ができる現象のことを指す。かつては目に見えないイタチの妖怪の仕業だと考えられていたが、現在では乾燥した肌が衝撃を受けることで避ける。 生理現象であると判明している。最近まで空気中にできた真空によって引き起こされると説明されていたが科学的な根拠はない。なお、かまいたちはかまイたちが転じたもので、元来はイタチとは全く関係がないとする説もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。